近場式コントロールをする方法、パワーの方法ですね、実際に今はこう紹介してきました投げる方法、指先をリラックスする方法ですね。でも、それを持続させるための持久力っていうのがいるんですよ。何回でも同じ動作ができるための動作ですね、あの能力ですね。それは何が一番いいかっていうとジョギングです。ジョギングっていうのはマラソンなんかは結構速く走って心肺機能の方が強くなるんですけど、ジョギングっていうのは本当に疲れない、こう走ってて気持ちがいいな、しんどくないなっていうのが、持久力が強くなります。最大酸素摂取量っていうんですけど、その数値が高くなればなるほど、我慢する力が強くなっていきますので、ぜひこのジョギングですね、並行してピッチング練習と並行して、やってみてください。きっといいコントロールが身につくと思います。今日は以上です。